ルアートップウォータートップウォーターは、ルアーフィッシングにおいて、特に、バスフィッシングで使われる用語で、水面及び極めて浅い水中で使用される、ルアー群である、トップウォータープラグ、もしくはこれらのルアーを使用する釣りの、スタイルトップウォーターバスフィッシングのこと。初期のプラグは木片を削って作った浮力の高いもので、すべて水に浮くトップウォータープラグであった。 技術の進化に伴って、ミノーやクランクベートに代表される、引くと潜るルアーや、バイブレーションのように重く沈むルアーが多くなると、比較的釣れにくい、トップウォータープラグは、条件の揃った時にしか出番のない、難しいルアーとして、影に隠れていた。しかし、フッキングの瞬間が目で見られる魅力と、回顧趣味のようなものが混ざり合って、一部のバサーの間で人気が再燃し、 トップウォーター専門の本や雑誌が発売されるに至った。さらに専用のタックルも開発され、専門店も登場するなど、現在では新たなジャンルとして完成されている。ただしトップウォータープラグのみにこだわり、潜るルアーやワームを一切使わないという徹底した思考は日本独特の現象である。バズベートもトップウォーターのルアーであるが、プラグではなくワイヤーベートであり、 ビールによるラインの巻き取りを停止すると沈降してしまう性質からトップ愛好家にはあまり好まれないしかしバズベートのプロペラは水面において効果的な機構なのでそのプロペラのみをプラグやフロックの頭に取り付け商品化されたものもあるまたフロックはプラグではないが容認されているトップウォータープラグによる釣りが容易ではないのは表層は 外敵が多く危険の高い場所であり、水温低下による低活性時などは特に、魚は水面までルアーを追いに来たがらないからである。その反面、トップウォーターという方法論が有効な魚も少なからず存在する。例えば水面に浮遊もしくは生息する昆虫を、主に捕食している個体は、水面間際でのルアーによるアピールにしか反応せず、沈むルアーには見向きもしない。 ありがとうございます。